い、では第6期になりました、1回目ブレブリ CB ランキングバトル準決勝第1試合ですね、モネストラグの VS サディテイガーと、さてギンキップ同士の戦いが、そうですね、ダイも近いですからね。さあアグレモン予選自体は、まあ、あと残すは最終予選だけになっちゃいましたけれども、さあガジから補正切ってからのまだまだ続くお手玉状態、さあ逃げていく、さあ磁力に逆らって、磁力がついてるんでここは一旦離れたい、さあ捕まえた、ロケスタート、ここはまだ死なないですが苦しい状況、ピンセルと置き攻め、サギ飛びから固めて、さあ分かんなくなっちゃった、これあれなんですよ、あそうかこれでできるのか、おーあそう使って逃げる、テイガーなんでインバース自体で裏に回ることできないんですね、そうできない、さあ投げた、捕まえてフィニッシュ、さあここはエドラスっていきます、一本とドラサディテイガー、どうだ気が、まあ、今のはしっかりテイガー用の位置入れ替えると判断してヤバいと思ったのでバーストと、さあバーストの使い道がかなりうまかった、あーっとジャンディバイ、あー立ち切り早かったか、しかし立ち切りで切っていく、ここはかなり強気に溜めていく、目の前にヒラルが飛んでかわしてジャンディ当たってもう1回、いやーちゃんと見てる、逃げられず補正切り、さあ6ミリスタート、まだ知らないが画面端にご招待されのガジェットフィンガー、最後のタグになるか、いやこれきついですよ、いや下段が通ってスパークです、グレンパニッシュ、はいしっかりと、はいということで、サリティの勝利、お見事ですね、じゃあ俺とサキか、The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. では準決勝2試合目、阿久津白面対先ここね。さあついに先さんの段位が光り輝く19段になったが、阿久津さんは前線することができるか。まずは先手取ってるのはここの笑顔 B 番か画面端を決め。さあこのルートは下級で距離わからないルート。当て身を警戒して 3C 設置から固めていく。さあもう一回今度の置き攻めなんだろうなと、下級ここは前転が通る、さあ美味しいゾーンクルマジン当たってここで逆襲、しっかり決めてアギト置き攻め、ここは一旦距離を離していく、暴れ斬鉄通らず、さあ危ない、さあここで中段通ってしまう、さあこのルート6B から下級、そして50パルドでお亡くなりでしょう、まずは一歩先ここね、さあ第2ラウンドもまずは遠距離からアプローチをかけていく、しかしかぶせて触ったのは白面、さあここで一旦離れて、おっと涼しい B 雷投げて 2C、6C ジャンビからいつものルート 6B、 B バンカー画面端、さあ地獄の攻め、これは白面用の攻めですね、 B 雷が当て身に当たらない位置で設置、そして入れっぱに 3C が引っかかったかなと、どうぞ、ちょっと危ない、ダーキャン画面端へを強引に押し込んで、いやーやっぱしっかり見てるこの 6A が怖い、あーなかなか近づけない、固めていますが崩れない、しかし下段で崩してワンコンボギリギリ蛍も溜まって、アギト大き攻め、ここはジャンプで逃げていく、当て身が腐ってしまった、2C、6C から完走すれば 6B、あっと外れてしまう、アクサクメ命拾いしたがこれは大事に使いたい、しかし時間も短く遠距離の飛び毒合戦、いやーめくられてしまった、勝ったのは先ここのへ、
The Wheel of Fate is turning. Rebel One.それでは三決は、モノリスアラクネ対アクタクメン。まずアーツ触って対空腐って中段も通されて、まずは 6D でおいしくゲッチュ。画面端なんかわちゃわちゃしてるぞ。白面今バックステッド捉えて投げが漏れてる。おいしく6シーフェイタル。これはどっかに変の、あんまり見たことないからな、6シーフェイタル。いやーやっぱり減りますねこれ。なんかまあまあ補正切り狙ったんでしょう。まあ、エンマがいい方向に転がって2700。まあここからまあ白面側はもう無理をしないでしょう。まあでも引きこもってるとこういうキリを引かれてしまうので、あ、うまい、しっかり切って、あ、ついちゃった。やっぱりこれは一発通されちゃうと厳しいが、ジャンプに C、 学習カウンター、しっかり拾って殺しきれない。今だ、まあ、これはもう荒くねが少し厳しいですね。いやー、しかし触ったぞ、通したぞ、ついたぞ。さあここから楽しい楽しい虫タイムがしっかりとさばいて、まずは1本アクツ白面取っていく。おっと、今度はしっかり上見てる。おお、今度はしっかり中段立ってる。ああ、上入れっぱ引っかかった、バリアしない。あー、西が通っても上しか見てないですね。もうおいしく位置も入れ替わって前線も逃がさない、まあ、中央に戻してしまったので、まあお安く済んだ。さーて対空も使ってしまい、下段を通してあと2割。やばい、しっかり 4C だが高さが合わなかった。とこの位置はやってしまったか、バースト。さあしかしあと一発、ジャンゲーでさばいてアクス尺面の勝利だな。あ、本当だ、画面の右の方が、うーん、まあ、はい、ということで第6期第1回のランバト決勝戦、先高校の A はさすがサディティが、まあ一見絶望的に見えるこの組み合わせなんですけど、意外とテイガー頑張れるみたいですね。実戦値は高いんですよね結構。ただ本当になんか以前言ってたように、もうスーパードデッテされるとかなりやっぱテイガーがきつい。はいはい、まあでもここの A 側もねやっぱりそれなりに気を使わないといけないんで。さあ雷を踊りにして、今スレッジがちょろっと見えましたけど、いやー結構ズーズーしく強引に固めていきますね。怖い怖い。まあ相手に 50% 溜まるまでが勝負っぽいですけど、あーっと確認スパーク刺さる。さらに画面端が近いんで 2D 当たってスレッジ近づいていく。今回はガーギャ使って逃げる。さあちゃんと手に見てますね。さあ無理はしない。さっきここの絵ですが、画面端押し込んだ時はかなり強くいく。しかし 2D からの下段タグでダメージ取りつつ、さあ電波を狩る手段ですね。エヴァンカーだったらちょっと怪しいかなと思ったんだけど、いやーゴリゴリきますよここ、ここない、いやーここも置き攻め、いやーいろいろあったー。そうこれは、あ、しかもこいつちゃんと知ってる。いやーしっかりと中央ガークラルート調べている。と即組取ってしまった。さあこのガジェットで2択をかけていく。いやーうまい。さあしかしまだわからない。 3C からバンカー、ここでラッとガーキャン使ってきていく。シードラですってまだ知らないかな。しかしこちらもバースト止まって、いやーがお強い。さあ1本取ったな。さあ秋ここね、すごいジャンピが当たんねえのか。テイステイって偉大だな。姿勢が低すぎますね。おわマジか。あ、これはさっきどっかで見た顔する。相打ちで OK。さあ開幕先手を取ったのは先側ジャンエド落ちてきて、画面端逃がしたくないでござる。いやどんどんいきますね。アクティ使ってる。さあどうなるか、こういう形。ああ、見えねえ。さあ戻ってくる。立ちから B1 か。いやーしっかりベンチ入れ替えてる。さあ展開が早い。さあラピッタ失礼、ここはガンガン使って逃げる。マジですか、 6B チャンス受けたんですか。
今日のロケテのせいでガキャンっていう言葉がちょっと確かに2人的にはかなり苦しい。スパークを追いかさって夢が詰まったんですが、なあ風に乗っていく心得がちょっと重かった。ああああなんだなんだなんだ、ヤンデル戦が大好きそうなムーブしてたけど、そうですね、いいね、中断立って、さあサディさんの試合でもこういうことが起こっちゃうからな。あ硬い、サディさんのガードが超硬いんですけどかなり苦しい。ウエスパー 1.42、 しかしガードはさせている、徹底している徹底している徹底しているぞ、あーっと磁力切れ、あこれブリザード、ブリザード先だわ。さあここに来てようやくスパークが溜まってくれたでござる。いやこの一発大事に使いたいですね。あー来たよ、来ました。さあ残り10秒間に合うか、来たっと、さあどうなる、4321、うん、あー足りないか、足りないかなってことで、あとですね、勝ったのは先ここのようになりました。おめでとうございます。いやー1ラウンド取ったことにしてあげよう。いやーすごい悩んだと思う、どこでホイールを持ってくるかなってことだったんですけど、はい、ってことで今回の第6期、優勝先、準優勝がサディさんで、3位が、俺ですかね、おめでとうございます。わーっと